ファン必見。ライブを100%楽しむための完全攻略法。ナンバーアンダーラインアイのノーオーリングで最高の思い出を作ろう。2024年6月18日から、有明アリーナでナンバーアンダーラインアイの初の単独ライブ、ノーーオーリングが開催されます。このライブは、ファンにとって待望のイベントであり、成功することは間違いないでしょう。しかし、 ライブに参加するにあたって会場の詳細を把握しておくことが重要です有明アリーナのキャパシティ、座席配置、ステージの見え方などを理解することでライブ体験がより充実したものになりますこの記事ではこれらの情報を詳細に解説しライブを最大限に楽しむためのヒントやアドバイスを提供します有明アリーナは東京に位置し 最大収容人数は1万5000人です。この大規模な会場は、スタンド席やアリーナ後方の席からでもステージが見やすいように設計されています。しかし、距離のある席からはステージの細部が見えにくくなるため、オペラグラスを持参することを強くお勧めします。オペラグラスの選び方やおすすめ商品についても後ほど詳しく説明します。 公演日程は2024年6月18日19日20日の3日間でそれぞれ1万2000人のキャパシティがあります縁方から来場する方々のために会場近辺には複数のホテルがあり楽天トラベルで簡単に予約が可能です公演日程に合わせて宿泊先を早めに確保しておくことをお勧めしますアリーナの座席配置は1階アリーナ席 2階スタンド席3階スタンド席4階スタンド席の4つの主要エリアに分かれています1階のアリーナ席はステージに最も近くライブの臨場感を最大限に味わうことができますただし座席配置は公園によって変更されることがあるため事前に確認しておくことが重要です2階スタンド席は A ブロック B ブロック C ブロック D ブロックに分かれており それぞれ13列目から14列目まであります。席番号は1から128まで連続しています。このエリアからはステージ全体を見渡すことができ、バランスの良い視界を提供します。3階スタンド席は B ブロックと D ブロックに続く形で設置されています。これらのブロックは15列目から26列目まであります。また、 E ブロックと G ブロックは1列目から22列目まで配置されています。ステージを斜めから見ることになるため、オペラグラスを使用すると詳細が見やすくなります。4階スタンド席は F ブロックと H ブロックに分かれており、各ブロックは1列目から14列目まであります。席番号は1から200までです。 このアリアケ・有明アリーナのような大規模な会場ではオペラグラスがあるとステージの細部まで見ることができライブ体験がより充実しますおすすめのオペラグラスとして小型で持ち運びに便利な10倍ズームのオペラグラスがありますカラーは5色から選べリーズナブルな価格でありながら性能も優れています 私は白色を使用していますがどのカラーもスタイリッシュです購入リンクはこちらから顔文字しかめっつらオペラグラス購入 https コロンスラッシュスラッシュ,ッシュイグザンプルドット有明アリーナへのアクセスは公共交通機関が便利です最寄り駅はゆりかもめの有明駅でそこから徒歩数分で到着します車で来場する場合は 事前に駐車場を予約しておくことをお勧めしますライブ前後には会場周辺での食事や観光も楽しめますお台場エリアには多くのレストランやショッピングスポットがありライブの前後に訪れるのに最適です遠方からの来場者は会場近辺のホテルを利用すると便利です楽天トラベルでホテル一覧を確認し予約を済ませておきましょう リンクはこちらから「顔文字シカメッツラホテル一覧 HTTPS コロンスラッシュスラッシュ AR1day.to スラッシュフーワイフォルクスワーゲン1バーアンダーラインアイのファンにとってこのライブは特別な意味を持っていますデビュー以来彼らは多くのファンの心をつかんできましたそしてこの初の単独ライブは彼らの成長と進化を象徴する重要なステージです ノーオーリングに対するファンの期待は高まっています SNS では初めての単独ライブ絶対に見逃せない友達と一緒に参戦するのが楽しみといったコメントがあふれていますこれらの声はナンバーアンダーラインアイがどれだけ多くの人々に愛されているかを物語っていますライブは単に音楽を楽しむ場だけでなくファン同士がつながり 共有すする体験の場でもあります特に初の単独ライブとなるノー・オー・リングはファンにとって特別な意味を持つでしょうここでの体験は一生の思い出となること間違いありません有明アリーナで開催されるナンバーアンダーライン・アイのノー・オー・リングはファンにとって忘れられない一日となるでしょう会場のキャパや座席配置ステージの見え方を事前に把握し オペラグラグスなどのアイテムを準備することとででライブを最大限に楽しむここができますこの記事がライブに参加される方々の参考になれば幸いです皆様がチケットを手に入れて最高のライブ体験を享受できることを願っています皆さんはナンバーアンダーラインアイのライブにどのような期待を寄せていますかライブ当日に向けてどのような準備をしていますか ぜひ、コメント欄でシェアしてください。そして、一緒に最高のライブ体験を楽しみましょう。ナンバーアンダーラインアイのライブは、ファンの期待と興奮が高まる中、特別なイベントとなることでしょう。しかし、ライブを最大限に楽しむためには、少しの準備と知識が必要です。有明アリーナの座席配置やステージの見え方を把握するだけでなく、 ライブ前後ののスケジュールや持ち物の準備も重要ですこの記事ではライブ当日をどのように過ごすかまたそのための具体的なアドバイスを続けて提供しますライブ当日はできるだけ早めに会場に到着することをおすすめしますこれは会場周辺が混雑することが予想されるためです早めに到着することでスムーズに入場でき 座席についてリラックスすす。る時間を持つことができます特に物販コーナーでのグッズ購入を考えている方は早めに並ぶことで限定商品を手に入れるチャンスが高まりますまた会場時間前に会場周辺を散策しライブの雰囲気を味わうのも一つの楽しみですライブに持参するものとして必須アイテムはチケット身分証明書お金 現金とカード両方、そしてスマートフォンです。これらは当然のことながら、他にもあると便利なアイテムを紹介します。まず、オペラグラスです。特に後方の席やスタンド席の場合、ステージの細かい部分まで見えるようになるため、オペラグラスは非常に役立ちます。次に、携帯充電器です。ライブ中や待ち時間にスマートフォンを使用することが多いため、 バッテリー切れを防ぐために充電器を持参しましょうまたペンライトやタオルもライブの定番アイテムですこれらはライブの演出に参加するために必要でありファン同士の一体感を感じることができますライブ前には軽食や飲み物を準備しておくと良いでしょう長時間のイベントになることが多いためエネルギーを補給するために手軽に食べられるものを持っていくと便利です ただし、会場内に持ち込めるかどうかの確認も事前に言っておくことが大切です。また、快適な服装も考慮に入れておきましょう。動きやすく、長時間座っていても疲れにくい服装がおすすめです。天候にも注意し、雨具や防寒具なども必要に応じて準備しましょう。